ハンティングだ。ま、あ、違う。違うよ。笑いも違うよ。ハンティングのって始まっちゃったら。俺が生んだ名前じゃないから。知ってるよ。丸ごと。全部。ハンティングをご覧の皆さん、どうも、こんばんは。ハンティング、ハンティング。こんばんはか、まあ、こんにちはか、ちょっと定かではないですけども。我々は、はい、まあ、今回、ニューアルバムを引っ提げて、はい、新しいライブを、ね、やろうと思うんですけど。そうですね。全国何箇所ツアーでしたっけ？全国1箇所ですね。まあ、全国ツアーです。岡山。ツアーって言ったらツアーです。岡山でね、はい、やろうと思ってます。はい、岡山の、まあ、どこのホールを今回押さえたんですか？まあ、岡山で一番大きいと言われる。言ったらまあ少しかないですね。西側アイプラザって、ね。はい、出ました。場所でやってしまいますんで。はーい。まあワンマンライブということで。そうですね。まあ我々ワンマンライブしかまあしてこない。はい。バンドですけども。まあそこらの、偽ワンマンとは違い、はい、マジでゲストなし。はい。ハンティングのみの、はい、まあ、単独ライブです。よくね、その、ワンマンライブ、単独ライブって言いながらも、まあ、ゲスト 2,3 組呼んだりして、まあ、尺を稼いだりして、まあ、するね、ライブありますけども、我々はマジ単独ライブ、マジだ、マジ本気と書いてマジだから、まあもう失敗も何もかも自分たちの責任っていうことになるよね、マー君。どうもマー君です。どうもマー君です。まあやっぱり自分たちのね、全て責任でもあり、そしてまあ成果でもあり、はい、全てが自分たち次第。そうね、ゆうくん。どうもゆうくんです。それはもう、はい、成功しようが失敗しようが、はい、恨むのは己自身。やっぱりセブンストリーが。そこで今回は最高なライブにしようといろいろ2人で考えております。そうですね。最後にはマー君と二人で笑いたいなって、そう思ってますから。マー君と俺多分28年間生きてきて初めて言われました。なんならもう初めて言われましたわ。頑張ろうぜ、マー君。どうも、マー君です。はい、ター君じゃないんですよ。マー君、マー君、松本のマーを取りました。そこのマーを取ったんですね。はい、まあ、マー君と、はい、今までずっとやってきて、ようやく1年が経ちましたけど、まあ、我々のバンド活動も、まあ、結構長くやってきましたよ。まあいろいろあったね、この1年、マー君、今のレーベル会社を立ち上げたのもね、約3年前かですね。その、立ち上げた場所で今回は、ライブをすると。そうです。3年前のあの日、この西川アイプラザで桃源郷というね、はい、ライブを行い、新レーベル会社を設立、そして今に至る。そうですよ、まだ3年まだ3年ですから、言うてもね、まだまだひよっこな我々ですが、はい、まあ皆さん、今回の、ライブはそうですね、まあメッセージ性が強く、そうかつ攻撃的、まあ、我々のライブはね、前回が挑戦状ということで、はい、今回タイトル言っちゃいますか？言っちゃいましょう、マー君。マー君言っちゃって。今回のライブタイトルは、トゥン、下克上。あ、言っちゃった言っちゃった、それ下克上。俺が言いたかったやつよ、それ俺が言いたかったやつ。下克上。ごめんな、マーク。そう、下克上。そう、下克上、下克上。今回のタイトルは下克上と、まあ、攻めに攻めてますよ、我々今。攻めましたね、もう下克上はしてるんですけども、我々ね。そうですね、今回はただお客さんにもそれ下克上してほしいと、そう、いう思いで我々このタイトルにしました。やっぱりそれには深い意味があるよね、マー君。深い意味がある。どういう深い意味があるか言っちゃって。まあ、前回ね、うん、まあ、挑戦状ということで、まあ、我々は挑戦をしたわけですよ。そう、結果我々は下克上を果たしました。次はもう我々を応援してくれてるあなた方が、みんながね、いつも下にいるんじゃなくて上を見て、どんどんみんなも上に上がれるよっていう、そういったことだろう、マー君。スリ。俺が言いたかったやつよ、それが。まあ、今回ね、ええ、まあ、この下克上ということで、はい、まあこの下克上というまあアルバムを仕上げて、はい、まあ、ツアーしてるわけなんでね。そうですよ。まあちょっと何でしょう、1曲ぐらい披露しますか？あ、ちょっと出そうか、マー君。1曲ぐらい。マー君いいのいっちゃおうぜ。1曲ぐらいちょっとね、まあ披露した方がやっぱりお客さんもやっぱ、そうだね、あ、そういう聞きたいみたいな感じで来てくれる。温めてあげようか、はい、お客さんを。
あ、いい音だね、マーク。どの駅のどれ行く？じゃあ、いつもの F コードのあれ。あ、F コードのあれね。F コードのあれね。OKOKOK。マーク。じゃあ、聞いてください。下克上、そして、そこからへの光、そして、光からの闇。エンディン・エヴァー・ソウル。いつま君の心の中に光が見える僕の闇を消え去ってくれる君のその横顔見てると涙が出る。いつから僕たちはこんな世界で笑ってるんだろう。それはいつも僕の胸の中に溢れそうな光が今消えてゆく。Thank you。 まあ、ということで、あ、そう、うん、まあ、今回は、はい、こんな軽い、まあ、こんな感じの、ちょっと軽くです、お披露目というか、まあ、これはアルバムの中の、まあ、1曲なんですね、まあ、フルコーラス聴きたい方は、ぜひね、ライブに来てもらいたいなと思います。西海プラザにお越しください、まあ、今のはね、でも CM に起用されるっていうことで、ちょっとワクワクしてるんですけど、実は CM タイアップ曲、そう、実はね、そうなんですよ、なんかね、すごい CM らしいですよ。もう何の CM なんですか、ちなみに。知らない、俺知らないって話なんですけど。何の知らないのって話なんですけど、それ何の CM なんですか、ちなみに。あ、一応ね、視聴者側として聞いてくれたっていうのね。そうそうそう、ね。視聴者側の心の声は今ちょっと僕代弁したんですけどね。まあ、何の CM かっていうと、あの、ホットドッグ屋さんのね、CM になんか起用されるらしいんで。ホットドッグ屋の CM はあんまり見たことないですね。ないでしょう。なかなか珍しいですね、それはね。なかなかね、熱い曲になるらしいんですけど、熱い CM にね、CM に。曲になるらしいんですけど。CM になるらしい。作るのは我々ね。そうです、そうです。まあまあまあ、なるほど。まあ、せっかくなんで、はいはいはい、タピオカのお店に今度起用される CM ソング、ちょっと触りだけでもね。あ、まだ決まってるんですか？ちょっと聞かせようかなって思うんですけど。これまあね、あのうちのマー君のハモリがね、やっぱり一番輝いてるんですよ。マー君のハモリのタッピ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 っていうところをね、まあ、皆さん一緒によかったので何回もこの動画を見て、まあ、覚えてもらってね、ライブでね、そうですね、まあそれ一緒にねハモってコーラスしてくれればなと思って作った曲なんですか。タッピタッピっていうやつね。タピタピ、そこが、そこはやっぱり一番、あそこが一番、ね、タピタピコードね、タピコードね。じゃあ、聞いてください。タピコードね。心の炎 VS 魂。今日も雨が降ってきた僕の心のように、ああ辛いな、いつも思ったら雨、涙の代わりに降ってくる雨、悲しみが今雨雲になってきた。そんな中僕は一つのドリンクを見つけた。そのドリンクの中身にあるのはタピタピ、そうタピオカ、そうタピオカ、タピタピ、そうタピオカ、タピタピ、そうタピオカ、タピタピ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 。
Thank you。 まあ覚えてくれてね、歌ってくれてもいいんで。そうですね、まあこの曲をするかどうかは定かじゃないけどもまあこの歌はね、やっぱり幼くして、なるほど、描いた夢が崩れ去った時に僕が、書いた歌詞なんでね。ああ、それもね、夢とタピオカが詰まってますね。やっぱ詰まってますよ、タピタピですね、やっぱりタピタピでね、行こうっていう。まああのタピっていうのはね、エトライス語で、何語って、エトライス語で、エトラス語、いや、エトライス語で、エトラス語ね、常に前を向いていこうぜ、いつも君は笑顔じゃなきゃダメさ、顔さあ上げなって意味がある。そんな意味あって意味があるんですよ、タピタピの4文字に。タピタピってそういう、あの4文字、そんなエトライス語では、エトラス語では、エトライス語、エトライス語ではやっぱりそういう意味がある。そんな文字が込められてたんやね。まあまあ僕はやっぱメッセージが強いんでね。ああ、なるほど、メッセージ性、メッセージソングが我々売りなんでね。そうです、やっぱり。まあやっぱりマー君のギターじゃなきゃ僕は歌えないとは思うね。なるほど、うん、マー君のギターがやっぱり僕のね、心を動かしていく。まあ僕もやっぱりギターはやっぱりね、まあ今年28になるけど、はい、まあ弾いて25年間弾いてきたわけだけども、はい、やっぱりまあその熟練の技が出てるよね。やっぱりいいメロディーですね、うん、まあ特徴的な弾き方でね、やっぱりピックを使わない、まあまあまあ、羽で弾くっていう技がやっぱり、だから今羽が痛んじゃってね。あ、ちょっとね、爪が痛いのに、ちょっと今爪がうげてきた、ちょっと今羽がもげてきた、ちょっと今。まあでもあの下克上はね、うん、やっぱりそんなライブになると思うんで、これからもみんなしっかりとね、僕らを見てほしいなと、そう思いますよ。こちら、ドゥ、下克上に来てくれた先着100名様限定、我々の下克上ポストカードプレゼントいたしますから。はい、100名様ね、100名様にこれプレゼントするよ。まあ、下克上できればね、まあみんなの手に渡るようにと、はい、願いを込めて作りました。そうですね、まあ先着100名なんでね、もうこれしかも早めの勝ちですから。そうです、しかも再販とかも再発行もしませんのでね。しませんね、早めに来た方がいいよ、会場にはね。これは急いでほしい。ええー、僕はそう思うよ、マー君僕もそう思ってた本当。はい、じゃあもしかしたら何枚か1枚ね、その歌詞カードチックになってるのもあるかもしれない。裏に歌詞が書かれて集まるかもしれない。それはね、入れようと思うよ、マー君。タッピタッピみたいな。タッピタッピのやつ、マー君。どうもマー君です。マー君。どうもマー君です。ねえ。だからマー君と、マッチでーす、はい。僕が、はい、その、スペシャルな、コンビプレイで、なるほど。最高な漫才とコントを奏でようと思う。やっぱね、漫才もコントも、突き詰めればやっぱり、メロディーですから。そうですよ、そのメロディーをいかにお客さんにこう響かせるかがやっぱね、そう我々の目指してるところですからね。心地よくね、ええ、そんな感じで、そんなツッコミとボケの二重奏をね、はい、ぜひお楽しみください。よかったら俺たちをいつまでも追っかけて、どん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 突き詰めて、その先にはなんとマー君とユウ君のスペシャルなあれを一緒に見ていこうよ。スリ最高な景色をね、最高な景色をね、まあマー君、そうですね、あとこのね、まあまだ日にちとか出なかったです。日にちとかもバンってもうフライヤーで出した後です、出した後です。なるほどね、きっとね、きっと多分出てるんでしょうね、きっとね、出てなかったとしたら。11月っていう、はい、まあ月にこういう大きいライブするのは、まあ我々初なんで、実はね。そうです、冬に大きいライブするのは初なんで、レアよ。まあどうなるか分かんないけどもね、きっと暑い冬が来るんじゃないかな。到来します、マー君僕はそう思うけど、どうもマー君です。マー君、マー君頑張ろうよ。マー君頑張るよね。マー君頑張るよ。マー君頑張ろう。なんならマー君頑張るよ。ということで、なんならマー君ギター本番に頑張るよ。今日はこの辺りで、今回の丸ごと全バンディングはちょっと短い感じがするかもしれないけど、まあこれはガンB のような感じでね、まあ撮ろうと思ったんで、カウントダウン、うんうん、B の方ね。まあそうですよ、まあプロモーションエイドというかね、はい、告知用ムービーというか。そうです、これを見てぜひね、西川エプラでお会いしましょう、皆さん。はい、では皆さん下克上へどうぞ。カウントダウンThank you.
幼い頃のまま君と過ごした時間は何も変わらないまま回るよ胸の中でいつまでも続くと思ってたからあの時はそう現実を受け入れることが困難だった僕は決めたのさもう一度君と一緒に生きる見つけたのさあの空港のあの小さなお店で